トークじゃです。はい、曲は両親の財布の中にあるレシートに書いてあるもの先に全部食い切ったやつの勝ち。何ですかこれは一体。説明以上なんでございますけれども、ご両親のところに今から行きます。両親に、ごめんなさい、レシート見せろよ。どんぐらいレシートが溜まってるのか、そもそも何もないのか分かりません。まあ確かにね、あの平等な勝負ではないです、全然。いや確かにそうだよ、もちろん。もしかしたらですよ、普通に外食したのもあるかもしれませんけれど、普通にスーパーで買い込んできたものがあるかもしれない。いやそうだよね、だからまあうち八百屋なんで若干そのリスク低いんですけど何が嫌だって、親の食生活をこれ160万人ぐらいが見るってことなんだよまあまあまあ確かにね、ちょっと嫌じゃない、なんか。確かにね。実家の方来ました。はい、あ、はい、あ、すいません、部屋番間違えました。あ、はい、ごめんなさい。あれ何番だ。ちょっとあの今上行こうとしたんですけども、両親2人ともちょっと恥ずかしがり屋で、どうしても映りたくないということなので、これから突撃晩ご飯をしたいと思います。はい、どうもありがとう何、どうしたの。こんなレシートで、ちょっとね、企画だから。あ、そう、うん、はい、ありがとうね。はい、じゃあね、じゃあまた頼むね、行こう。はい、え、変な風に喋ったんだよ、ね、今通ってるから、え、大丈夫だからそんな心配しないで今の全部入ってるから声、あ、やめて、キャンセル、キャンセル、無理無理。という感じですね、レシートの方、もらいました。くまちゃんハウスに移動してきました。出た。エイジさんどうだった。レシートは、はい、玄関先でちょっともらったので、恥ずかしくて。ああ、家の中そうなって。そうそう、あ、なるほどね。一応ここにあるんですよ。めっちゃあるやん。何があるのか見てないの。あ、まだ見てないの。まだ見てない。どこのお店かもまだ見てないの。見てない、まだ。カメラ入れんなって言われたので、ね、そう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 、本当に恥ずかしくて。いやいや、すいませんすいません、ご協力ありがとうございます、本当に。じゃあくまちゃん家行ってきます。はい、すいません、お邪魔します。だっていっぱいあるよ、どうする。え、いや、いっぱいあるぞ。あんまりいっぱいはない方がいいんだけど。めっ、え、待って待って、財布の中身でいいのよ、財布の中身。だこれだってさ、基本財布は持ってかないじゃん。知らない食べ物のレシートだけでいいからね、食べ物のレシートだけで。そうそう、おばあちゃんのおむつはいいの。いいよ。うわー、めっちゃ待って、もうめっちゃ来てんじゃんだってさ、そんなしょうがないじゃん。え、待って待って、スーパーばっかりじゃん。他なんだって。え、飯やないの。あるわけないじゃない、外食なんかするわけないじゃん。おばあちゃんいるのに。あと本当はここにうなぎもあったんだけど、今日うなぎくれよ、むしろだからそこはほら、あのかば焼きだけ売ってるところ。ああ、あの今朝、あの小判の近くの、うん、そうそう、おばあちゃんさ、もうさ、お刺身とうなぎぐらいしか食べないからさ、だからそこでおばあちゃんの分だけうなぎの。いいよ、おばあちゃんの介護の話も。やだね、なんかそれってやだよ、ね、俺が向き合っている現実やだね、悲しい気持ちになるね。外食しろよ、スーパーばっかじゃん、もう一番しんどいじゃん、こんなのちょっとさ、ここでカメラ持ってたよね、こうやってここでこうやって持ってて。あ、それ財布あんじゃん、だこん中に入ってる分でいいんだって。肉買ったんだよね。いや、ちょちょちょ、それでいいんだって。え、てかお父さんのは、お父さんのレシートないの。お父さんのはだからこの、あ、これがお父さんのなの。違う違う、お父さんなんか、まあ、みんなレシートなんか捨てちゃうし、年中ラーメン食いに行ってるけど、ラーメンのさ、領収書なんかいちいち取っとかないじゃん。じゃあそれは助かるんだよ、それは助かるんだけど。ご協力ありがとうございました。お前さ、あれマイムナンバーどうした。ああマイナということで、A ちゃんもクマちゃんも、はい、無事に、はい、実家でレシートをもらってくることに成功しました。はい、父親いなかったんですけど、うん、そんなレシート取っといてないと思う。現地取れてるんで、はい、親父の方はもうほぼなしです。で、母ちゃんの方からスーパーのレシートがこんだけ。でもね、今ちょっと見たら、はいはい、あのね、なんかさ、俺らってさ、スーパーでさ、弁当とか買いまくるじゃん。そういえば、うちの母ちゃんたちがスーパーで弁当ばっか買うわけないのよ。お、一個一個は多分少ない。なるほど。ここに書いてあるのとかで言うと、調味料もあるし、そういうのはもう今回は含まない。さすがに死ぬんで、調味料全部。確かにね。酒フレークと、食べるラー油と、なんか多分ホイップクリームなんだよね、これ。で、あとね、ちょっと腹立つんだけど、白菜でもやし買ってんのよ。あれ、実家何やろ、実家八百屋なんだけど、スーパーで白菜でもやし買ってんの。これすっごい腹立つな、嫌だな。っていうぐらいのボリュームなの、1枚あたり。なるほどね。エイジさんが異次元なの、多分。実家2人しかいないんだけど異次元があって、まあ、こちらのちょっとあの領収書なんですけどもね。え、何それ。多分お魚とか生魚とかそういうなんつうの、卸業者みたいな感じなのかな。はでね、あの、え、16,000円は待って、冷凍本マグロ。はい、冷凍本マグロ。ネギトロ6000円。数量これ 1.31 って書いてあるんですよね。え、まさかキログラム
お前んち何や。お前んち飲み屋だろ。え、ちょっと待って待って、は絶対無理じゃんお前。え、しかも待って、今日じゃんこれ買ってんの。うん、おい、だって請求書兼納品書って書いてあるよ。聞いて、親の財布に入ってるレシートだから、うん、レシートじゃなくてそれ請求書兼納品書だから。それもう抜こう。もう俺焼肉屋の時に経験あるもん、うん、これ業者の人がね、納品来るでしょ、はい、じゃあこれとこれとこれ確認いただけましたね、ピッ、はい、これ請求書ですって言って置いてくやつだから、うん、あ、成城石あんじゃん、成城石、成城石のレシート。7700円、これも今日だぞ。お前んち今日めっちゃ買い出しの日だったんじゃねえので、エイジさんと別れて今から僕は僕の分の買い出しに行きます。とんかつの和光と地元の団子屋さんがあったんですよ。なるべくレシートに書いてある通りのものを買いに行くんですけど、営業時間間に合わなかったりとかしたら、まあ似たものですね、みたらし団子が、まあ、合計5本なんで、まあ、どっかでみたらし団子5本買おうかなと。でそれが終わったら和光をパッと食って、津坂屋のデパ地下みたいなところでお惣菜を買ってるので、私、まずこのヴィデフランスと日高屋、成城石井はですね、店舗がですねほぼ集中してまして、この1箇所でこの3つを潰します。一気に恐れていたことがまさしく起きました。今目の前でお団子屋さん閉まりました。もう車止めてお団子屋さんの前までバー行って、和光のとんかつ、まあ、ヒレカツ2枚とロースカツ1枚買ってきたんですけど、大問題です。お箸が入ってない。あ、でコンビニでみたらし団子が3本入り調達しました。3本入りならまあ食って、食いながら買い出し動かんことには一気に全部食うは無理だと思うんで、いただきます。今腹減ってるからね、頑張って。切れてないんだけど、うまっ、まじうめえや、これめっちゃうまい。しかもカットされてないおかげでスプーンで食べやすい。1個目、2個目いくぜ。2個目はロースカツで、和光うまいわマジで。キャベツが本当にうまい。さすがにとんかつ3枚は腹いっぱいになっちゃうな。2枚目クリア。今すぐ3枚目いくかどうかちょっと考えさせてください。1店舗目の日高屋食べ終わりました。まあね、腹的にはそんなまだお腹いっぱいじゃないんで、行きましょうこのまま。では2店舗目カフェ行ってきます。はい、ちょっとね、緊急事態で時間がやばい。もう8時になるんですよ。スーパーのレシートいっぱいもらったじゃないですか。うちの母ちゃんの行きつけのスーパーが8時までなの。やってるスーパー行って同じものをなるべく買い込むっていう形になります。はい、こちらですね、レシートにあったお店なんですけども、お持ち帰りで、買って家で食べたいと思います。皆さん大変です。松坂屋のデパ地下が20時で閉まりましたので、もう松坂屋で素材を買うことはできません。似たものを買います、別のスーパーで、という感じでですね、お持ち帰りで買ってきました。で、あとは成城石井行きます。はい、スーパーに到着しました。松坂屋のお惣菜が結局何だったのって今改めて電話したんですけど、家族誰も覚えてないんですよ。一応思い出したら連絡するって言ってるんですけど、洋惣菜って書いてあるんですよ。洋食のように惣菜、松坂屋で洋食のお惣菜、全く見当もつかないでいます。量半端ねえぞ。一回ハウスに帰宅します。で、もっとレシートあったんですけども、食品を無駄にしちゃう可能性があるので一回帰ります。帰ってきました。やばい、とんかつ出てくる。エイジがもう先に着いてたんですけど、車に忘れ物したって言って車に取りに行ってるんで、私の行きます。もう始めます。物を見せましょうか。最終チェックじゃないですけど、和光のとんかつあと1枚でしょ。みたらし団子忘れました。もう2本買うの。シーサラダなんとかかんとかっていうのがカニカマらしいんですね。もう全部いちいちスーパーの中で電話して聞きました。カニカマでしょ。で、なんかマロンマロンとかっていうのはこれイタリアモンブラン。全く同じものではないとは思うんですけど、モンブランです。あと磯はんぺん、はんぺん、もやし、たっぷりホイップなんとかかんとか、これはおばあちゃんのムファンらしいです。焼きそば、これやばくない？まゆちゃんの三色入り焼きそば、豚ももスライス、牛肩ロース、書いてあるものとだいたい値段が同じものを買ってきました。カット白菜、鮭フレーク、超熟。中身はチキンバターガーリックソテーみたいな。電話して聞いたら、はい、作ります、そういうの。あの鶏肉だけ買ってきました。これで以上、はい、と見せかけてみたらし団子もう2本とまんじゅう3つぐらい買い忘れました。作ってきます。パン3種類ですね、購入しました。問題はここからです。
はい、まずこちらバームクーヘン。はい、次チーズあられ、むちゃくちゃ入ってる。パン、またゼリーです。こちらこれがですね、なんと2種類あります。3種のミックスレーズン、はい、マカダミアナッツ、はい、ミックスナッツですね。こちらバナナ。いや、うちのさ両親バナナ食ってるとこ見たことないのよそんなことある、逆に。これね、あのね、むちゃくちゃ美味しいんですよ、これトムヤンク。これぜひね、皆さんあの買ってください。これ僕もね、むちゃくちゃ好きで頑張るぞー。食べます。まずこちらのパンからいただきます。クマさ、今料理してるわけじゃん。その中に白菜とかもやしとかさ、それでやってます。入れちゃえばさ。はい、とりあえずアンパン完食です。続きまして、こちらのサンドイッチ。サンド、うちのお母ちゃん、ああ本当にパン好きなのね。米よりパン派ってこと？そうそうそう。いや、ちょ、マジこれを1日で食えばいい。バカすぎるわ、企画が。あ食材4つぐらい同時にぶっ潰す、白菜もやし焼きそばです。とりあえずこれ食う、頑張る。これはいける。やばいけど、家のまで行っちゃおうよ。ちなみに制限時間あと40分です。まあ、帰ってきてね、準備したりとかして、ちょっと 別件の急ぎのミーティングだけあって、リモートミーティングをちょっとしてからこれ撮ってるんですよ。だからあと40分です。うん、バッテリーが切れたんでちょっと見せるんですけど、焼きそばがあと半分くらいまでなんとかいきました。ここまではいけそう。これやっつけてもね、あとね、とんかつ1枚、みたらし団子、なんかでかい肩ロースね、これもソテーにしなきゃいけない。あとびっくりするのが、結構鮭フレークっていうのが結構なハードル、そして1番の強敵、朝食6枚切り。あと40分、早く焼きそばやっつけよう。で、せめてエイジより進んでる感出して、なんとなく勝った気になろう。こちらヤンクミです。くだらねえ、いい勝負してんじゃないか。夕方からずっと満腹だよ。やばいよ。いや、これがバキバキの高校生で、うん、運動してたら、まあ、痛くもかゆくもない、うん、ご褒美だよ、ただの。そうそう、違うの、成人してんの、うちら。俺らただの運動はジジイなの。ちょっと焼きそばもうちょいだから次のカニカマ攻めるわ。とりあえず僕が食い終わりました。やばい、ちょっとさっき食べたとんかつ2枚がもうかなり火を吹いてる体の中で。え、待って、晩飯というかこの企画始めたのが 4,5 時でしょ。レシートやって車取りに行って、一番最初のこの和光のとんかつにありついたの7時半とかだったの。いたら晩飯じゃないですか、1回で。俺とんかつ2枚と焼きそば3人前食ってんだよ。では私、こちらのマンゴーゼリーってこと。俺がまだ学生の頃、だいたいスーパーっつったらイトーヨーカドーかオリンピックとか、そういうの。俺が一人暮らし始めてからなんか結構そういうなんつう、成城石とかさ、うん、行くようになってるんだよ。野菜もいなくなったからだそういうこと。コクツムシいなくなったからだよし、役者さん2枚クリア。俺優先残りこれなので、お宅残りそれプラスあとレシートあるでしょ。まだあ、あるよ。何枚ある？あと多分3枚くらいあるんでしょ。3枚もあるんですか。カニカマ OK、 もう無理。あったみたらし団子食うわ。パン3種類は食い終わりました。成城石井との戦い、どっちが強いか。俺と成城石井。絶対成城石井。 A さん聞いてください、12時回りました。いや無理、決まってんじゃんこれもうお父さん、お母さん、はい、参りました。親孝行しろよみんな。残りはちゃんと取っといて、明日以降みんなに食べさせます。こうやって持ってて、お母さんの顔はあれするんで、隠すんだよ。お母さん笑顔必要ないんだって。